北金ヶ沢駅は、青森県西津軽郡深浦町大浦、関座と地沢にある、東日本旅客鉄道後能線の駅である。旧駅舎駅構内相対式ホーム2面2線を、有する地上駅。互いのホームは、構内踏切で連絡している。また、臨時快速、リゾート白上は、信号システムの関係上、列車交換がなくても当駅に運転停車する。 五所川原駅管理の無人駅。無人構えは深浦町の第三セクター深浦開発による簡易宅駅であった。2020年に解体された旧駅舎は木造で1931年の開業当時から使用された。1930年に当時の鉄道省が発行した。 小停車情報や標準図に準拠して建設されており、他の五能線の同時代の駅では尺寸に基づく寸法が用いられているのに対し、当駅はメートル法に基づいているという特徴がある。共用後の長い間に屋根を途端に吹き替え、内壁を張り替えて荷物扱い窓口を閉鎖するなどの変更が行われてきた。JR 東日本によると、 2009年度までの1日平均乗車人員の推移は以下の通りであった。駅前、ありがとうございます。